はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。ザキちゃん、いよいよ、レヴォーグ、カーボンシートが出来上がりました。早いですね。頑張りましたよ。お疲れ様です。はい、ということで、デモカーの新型レヴォーグのカーボンシートを張り込みしましたので、紹介していきたいと思います。はい。はい、では、目立つところ、ボンネットダクト。すごい、すぐわかりますね。もうすぐわかるでしょ。うん。今回もこれがカット済みです。はい、はい、で2分割で作りました。おお、あ、中の部分にね、ここもこことね、こことね、はい、分けてあります。おお、ここカーボンだとかっこいいよね。はい、それから今回ね、ちょっとヘッドライトシート、こっち側だけ貼ってあります。はい、ね、交互にちょっとお見せしたいと思います。まずいつものヘッドライトシート、はい、レヴォーグはこんな感じです。キリッとしてますね。ね、キリッとしてるでしょ。凛しい眉毛、うん、そしてここ、はい、これさきちゃん何だか分かる？センサー。これはウィーンと上がってヘッドライトにウォッシャー。あ、そんなのあるんですね。そうそうそう、LED でヘッドライトなんだよね、最近の車ってね、はい、LED ヘッドライトって雪の日に溶かさないので、雪を、うん、だからここにこうかぶさった雪とかを水圧で飛ばしたりとか、あとはちょっと汚れたらね、流すっていう、うん、ヘッドライトウォッシャーだね。おー、長野にはぴったしですね。そう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 、ちょっとアクセントでカーボンシートを今回用意しました。はい、それからここ、はい、グリルのとこね、ここメッキなんだよね、うん、そこをメッキをちょっとこんな風にカーボンで覆って隠すような感じになるんだけれど、うん、閉まるでしょ。すごいいいですね。ね、ここはね、レーシーになります。うん、ちょっとここメッキ太いんだよね。ここがせっかくブラックアウトされてるから、ここね、ちょっと作ってみました。はい、それからさあ、コメントあったね、さきちゃん。はい、作りましたよ、これ。いやー、ここ大変だったんじゃないですか。大変でしたけどね、貼りやすいように作ってあります。おー、もともと樹脂の部分と、ここがね、メッキ、はい、このメッキも今隠してますけど、うん、製品的には別々で販売になりますので、はい、カーボンにしたいけどここメッキがいいなっていう人は、ここなしにすれば、うん、樹脂のとこカーボンのメッキバージョン。じゃあさきちゃん、次はここも樹脂部分だってね。はい、こちらも作りましたよ。できたんですね。すごいでしょ、この作り込み。すごい気合い入れましたよ、これ。でここも比較的貼りやすくて、ザッキーはこれ水張りをしないでこう置いていくような感じで貼ってったんだよね。そういう風な状態で貼れるってことは、うん、水を使って貼れば安全に貼れるんで。はいね、さあ、そのまま上に行くとね。はい。お、ここ、こんなところ、ガーニッシュ的な感じにね、こういうアイラインじゃなくてね、はい、あえてこのバンパーのところに入れてみました。え、いいじゃないですか。いいでしょう。うん、少し引きで見てもなかなかいいのかなと思います。そうですね、うん、引き締まるでしょ。うん、レクサスなんかのね、カーボンのプレートとかであったりして、はい、まあそんなイメージで、でレヴォーグこう2段になってるし、うん、ちょっとインパクトあるんじゃないかなと思って。いや、かっこいいな、顔が。やっぱりここじゃないかな。あとメッキを隠してるからね。うん、さあ次行きましょう。はい、定番のワイパーです。お、ワイパー、はい、今回はね、このワイパーアーム、うん、いつものワイパーアームだけにしました。はい、前回の動画でも話した通り、ちょっとね、ここ歩行者エアバッグがあるので。そうですね、うん、それでもね、このワイパーアームが比較的骨太なので、うん、ね、確かにそうですね、ここの部分も結構太いので、うん、存在感ありますよ。はい、うん、はい、そこから今度は目立つのがサイドっていくと、はい、こちらドアミラーですね。ドアミラー全部巻いちゃってます今。すごいですね、これ。ここはドアミラーカバーと、はい、それからここの部分ね。ここの部分ってもともとツヤがある感じでした、うん、ここ樹脂、ツヤなしの。あ、樹脂か、うん、あ、バンパーとかと一緒の樹脂のとこで、このラインで、ここは上がね、ボディ同色のカバーになってます、うん、ここまた塗り分けしてもおしゃれですよね。ここはブラックカーボンで、ここをあえてのレッドにしちゃうとか。実はね、ここね、ちょっとね、考えてます。あ、これ、このパーツ、うん、このパーツをね、考えてます。おー、はい、楽しみにしてます。ちょっとやってみようかなと。はい、さあ、そしていつものピラーとモール関係ですね、は
これピラーね。まずここからいきます、うん。この縦の部品だね。はい。こことここと、ここ。あと真ん中の2本太いとこ。だレボーグは、今回は1、2、3、4、5、6、7、片側8点、お左右で16点のピラーのセットも多いですね。でね、バイザーはつけてないのでバイザーなしタイプの製品になります。はい、はい、そしてまずモールの上になりますね。はい、この部分こう長いの、長い、ここからここまで、はい、ここね、ツヤありのね、ブラックのね、なんかシートが貼ってあるんですよね。うーん、その上にカーブ、はい、で、ここも。うん。で、これはね、片側2点なので、左右で。はい。で、今回のモールの下、ここメッキでしたね。モール下。うん。ここで1本と、ここで2本。3本。片側3点の6点セットになります。今回ね、新型レボーグがこのクォーターガラスの下まで。ありますね。うん、あるので、ここまでちょっと作りましたよ。はい。いいですね。うん、こうやって見れた。いいでしょ？うん。はい、それから、まあ、ちょっとしたことでアウターのドアハンドルの傷防止とね、はい、これをちょっと貼りました、うん、比較でこっちはないですね、はい、それからいつものこの給油口、給油口、はい、で前回ね、ここに白いうちの丸いロゴ、このロゴ、これのホワイトバージョンを貼るバージョンもあったんだけれど、はい、今回、うん、このカーボンシートにロゴを入れて、はい、この下のボディカラーを活かすっていう方法を取ってみます、うん、ね、だからこのカーボンシートの製品で1枚でロゴが入るというバージョン、ちょっと今考えてます。はい、それからドアハンドルカーボンシートね、はい、はい、これもロゴ入りですね。これね、ロゴを抜いただけなので、うん、下のホワイトがロゴカラーになって、はい、いいでしょ、白黒でいいです ね、 ね、細身の形状のシートになってます。はい、はい、こちらはリアもありますよ。はい、リアもあります、はい、左右前後1台分セットになります。はい、はい、それからこのルーフモールも商品開発しました。おお、ここにもね、カーボン調をねあしらう、うん、さりげないね、ね、まああと劣化の防止にもなりますんでね、はい、これで保護するような感じになります。はい、さあそれでは後ろを見ていきましょう。はい、はい、それでは後ろの商品の紹介をしていきたいと思います。後ろはね、まずこのアンテナを今回作りました。トップノットアンテナ貼ったんですね、ここ。うん、ありましたよ。カット済みでね、貼れるようにしてあります。おー、3分割とかです？そう、3分割です。はい、ここがね、背面のこの部分、これがね、フロントまでこう1個いってます、細くね。おー、これが1つ、はい、それからこの両サイドで2、3と分けてあります。あ、じゃあ貼りやすいですね。ね。で、カット済みでこのモールを逃げるようにしてあるので、はい、こう入れ込んだりね、しなくても貼れるようにしてあります。さあ、それから今ね、カーボンシートを貼っているところをちょっと紹介していきましょうか。はい。それからこのサイドだね。サイド。はい。リアガラスのサイドのこの部分、こうピアノブラックだったところ、はい。うん。うん。ここを作りました。はい。この左右ね。左右。この内側もこういう風になってますよ。カーボンね。あ、本当だ。そして、ワイパーアーム。ワイパーアーム。はい。これもフロントとセットで1台分になります。はい。それからね、このガーニッシュです。ここね、ちょっとワンポイントでカーボン調のガーニッシュに作ってみました。はい。はい。やっぱね、インパクトありますよね。大きい場所だから。うん、そうだね。ちょっとこのワンポイントでね、おしゃれだと思います。さあ、そしてフロントと同様ね、お問い合わせがありましたら、はい、このね、バンパーの樹脂部分。ここもね、同じく。サイドのダクトの部分と、まあ、黒い樹脂の部分ね、はい、フロントと同様にこういうふうに覆うように作りました。まあ、で大きいですね。貼るの大変だったんじゃないです？でもね、これ分割してあるんですよ。まずここでね、一、はい、つの大きなシートだし、うん、はい、でここはね、立体的なので、ここはここで、でここでつないでます。はい、ここね、牽引フックのここもカットしてくり抜いてあるので、ちゃんとね、いざという時はパコッと開ければ牽引服つけれるようになります。はい、安心ですね。うん、あとはこのね、ソナー、はい、センサーの部分は丸くね、切ってあります。さあ、そしてこれね、バンパーサイドのこのダクトもフロントと同様に分割して作ってあります。はい、綺麗に覆ってるでしょ。うん、すごい。まあやっぱり違うよね、黒い樹脂のところがこういう風になると。うん、もともとついてたみたいな、そんな感じだよね。うん、自然。
はい、そういうのはね、ここの部分のね作り込みとかがね、はい、自然になるようにねしてあります。さあ、そして後ろはですね、これ以外に例えばこのガーニッシュの上のこの部分ね、はい、ここもね製品上ありますので、うん、お好みで貼り付けることもできます。はい、それからこのルーフね、ルーフは今これ施工してないけれど、うん、このねルーフのこの羽のこの部分でしょ、はい、それからこのパネルね、この辺もね製品であります。はい、ここはね例えばここルーフのプロテクションフィルムとか今後ね展開していこうかなと思ってるので、うん、ここもカット済みで貼りやすいようにしたいので形を作りました。へー、うん、製品としてカーボンシートも選べるようになってますので、はい、お好みで施工ができます。はい、それからここね、はい、リアバンパー傷防止シート、はい、こちらもカーボンシートのラインナップもあるし、うん、今まで通り透明プロテクションバージョンもできます。はい、そう、ボディの色を生かしつつちゃんと傷も防止するのに、うん、その通りプロテクションフィルムいいですよね。そのとおり、まあ、カーボンシート貼るだけでもだいぶね傷防止にはなるんだけれど、うん、プロテクションフィルムはなんといってもねついた傷が消えるので、うん、自己修復するので、しかも透明だとね目立たない。そうそう、うん、その製品がねだいぶ今回はバンパーをほぼしやすくするためにこのラインぐらいまで来るように作ったので、はい、そうするとね透明タイプの方がね目立たないから、はい、はい、おすすめです。はい、さあ後ろはそんな感じかな。はい、はい、では車内を見ていきます。はい、ドアから、うん、もう分かるでしょう。分かるね。ここね、うん、実はレヴォーグ STI ね、はい、ここ純正でカーボン調のパネルになってたんですけれど、うん、このカーボンシートをね貼った時に統一感がないので、うん、作りましたもん。ここも、あ、そうなんですね、うん、カーボン調のパネルにカーボンシートを貼るというね斬新。斬新でしょ。合わせるためです。はい、はい、さあそんな感じでこのパネルでしょ、うん、それからワインレッドのようなパネルがあってね、ありましたね、ブラウン系のね、うん、ここ覆ってます。ここ全部こう、だからこれはねここからここにつながりますね。ドアのガーニッシュの部分、これが運転席側のダッシュガーニッシュ、これとドア側にこう続く、ここはねカーボンでかっこよくなります。で助手席側はこういう感じになりますね。こう続いていきます。さあそれからパワーウィンドウスイッチパネルシート、はい、これで今全部貼ってある状態です。レヴォーグのねパワーウィンドウスイッチシートはねこうパネルともうなんか一緒になってるような感じになるので、こことこことこのね部分ね、はい、でこの中にこの細いベゼル、これも貼ってあります。はい、だからここの細いところを赤とかね、うーん、いいですね、入れたらかっこいいんじゃないかなと思います。はい、ここも今回作りました。中の部分、うん、ここ物入れるでしょ、わりかし、うん、そう、小銭とかね、こんなポケットになってたら。私そこに小銭を入れたことあるかなザッキーだけか本当に傷防止だよね、こう爪が当たったりする。そうですね。でこの樹脂がねまたすぐ傷っていうかねこうつきやすいのよ、なんか触れた時に、うん、なのでここの傷防止シートを兼ねてこうカーボンシートをちょっと作りました。はい、これねさきちゃんすごいのは間接照明あったの覚えてる？ここあった、ちゃんと抜いてあるもんね。おららら、だから今光ってるよね。ちょっと分かりにくいと思うけど、そう、うん、ね、このね小さい LED がちゃんと抜いてありますね。おお、そことかね、あとメンテナンスするのにここにビスがあるから蓋があるんで、ここもちゃんと工具でパチンって開けるようにカットしてあります。はい、そして定番だね、ドアパネル傷防止シートになります。はい、で防具はこんな感じになりました。デザインはねフォレスターとかと一緒だね。ここに、うん、大きなスピーカーのグリルがあるので、はい、まあ、ここカーボンシートつかないからね、そうですね、レッドは、うん、なのでこんな感じ。おー、そして今回はアクアスタイルロゴを入れました、うん、このねブラックとレッドステッチの車内に合わせて、はい、こんな感じでね、いいですね、かっこいいでしょ、うん、はい、こちらも定番だね、ドアステップ傷防止ね、はい、それからドアステップパネルの傷防止、これはフロントリアあります。こんな感じですね、はい、リアのところはい、これで安心後ろは割とね乗り降りするときぶつけやすいんだよね、運転席とか助手席みたいにこの広く開かないからね、うん、キックパネル、キックパネルも今回も作ってます。はい、はい、こっちまでね巻いてあるのでアクセルとかからねちょっと足離したときにここにぶつかるじゃんね、うん、保護してくれます、はい、それから
すごい。メーターパネルかな。でかいですね。ねこれ、レボーグでかかったんだよね。ここに細いラインもあるんで、はい、これ今全部カーボンの状態だけれど、はい、この細いところはね、レッドを入れたらおしゃれじゃないかなと。いいですね。うん。それからね、メーターの隣、お揃いで。おさらい。センターインフォメーションディスプレイのフードも作りました。おー。あ、ここね、ダブルで貼るとかっこいいと思います。これこのままペタって貼れるんですか？そのままペタッと貼れます。おー、いいですね。ね。この真ん中のネット、グリルネットのところ、もちろんカットしてあるし、うん、はい、それからその両サイドに肩が落ちてるよね。うん。その部分で分割になってるので、はい。あと正面の細いラインね。なのでもう本当にペタペタっとあります、はい。はい、それからステアリング周りも定番になりますね。かっこいいでしょ？いいですね。この周りのね、こういうベゼルね。はい。こういったところに入れるだけでこんなに印象が変わる。すごい。こんな感じで上はこうなってます。はい。そしてね、今回のレボーグもこの下がありますよ。でね、ステアリングでね、ザッキーかっこいいなと思ってるのはここだね、やっぱり。すごいですね、そこ。ねえ。ここがね、ピアノブラックで高級感はあるんだけれど、カーボンシートにするとね、またイメージが変わります。そしてね、ここ。実は、STI のプレートがね、分離してここついてるんだよね。なので、ここもね、カット済みでね、綺麗に貼れるようにしました。はい、こんな感じになりますよ。一枚で、ここまでベターじゃなくて、一旦ここでパネルの通りにカットして、もう一枚と、いう感じです。さあ、それから、エアコンダクトね、ダッシュのエアコンダクトベゼル、今回こんな感じですね。今、カーボンシートになっています。これはね、助手席もありますね。それから、こちらのエアコンダクト。レボーグは細いんですよ。ここはね、だから、色入れたらいいかなと思ってます。このね、周りの縁の部分と、このルーバーのこの細いライン状のところだね。はい。あとはもう定番のプッシュスタートスイッチのカーボン。さあ、それからね、スイッチパネルの部分ね。ここも作ってます。ここもね、さりげなく存在感はありますよ。はい。あとここのね、この車はプッシュスタートになってますので、ここにカーボンシートを貼ってます。あとはね、このセンターインフォメーションディスプレイの両サイドのね、エアコンのダクト。はい。ここのね、ベゼルの部分と、このルーバーの部分ね。細いですね。うん、細いとこ。これね、これスライドするんだけれど、うん、例えばここ目いっぱい下げた時に、下が見えないように、ちゃんとここの際までカーボンシート行くように作ってあります。逆にこう上げた時は、ここがね、際まで来るようになってますので、うん、これをスライドした時にね、下が見えるってことはないです。これね。うん、これシート貼っても特に動かしたりするには影響なくていいんですよ、ね。全然大丈夫。ほら。スイスイですね。スイスイです。これね、回転もします。うん。こうつまみ回るんだよね。はい。安心。安心ですよ。それからここね、このガーニッシュの部分。ね、うん。これ一本で作ってます。このパネルが見えているところで位置を合わせして、ずーっと置いていくと、こうなります。ただね、3D になってるでしょ、うん、このね、細いこういうところから、ぐっと奥に倒さなきゃいけないので、この細いところに平面で置いていく。うん、全部ここまで来たら、少しずつこう倒していく。と、こういう風に貼れます。はい。コツですね、それが。はい。はい。さあ、それから、ちょっと見えにくいんだけど、ここね、パワーアウトレット、あります。はい、AUX と、それから USB ポートが2個ね、あるんだけれど、こう、本当にね、ちょっと今回ギリギリで作ってみました。はい。なんかカーボンのパネルに USB が埋め込まれてるかのような感じになります。はい、でも、ちゃんとこれ、表示がね、これもギリギリで抜いてるので、限りなく、この表示部だけを出している感じになります、うん。自然ですね。ね、自然でしょ？うん。これちょっとしたアイテムでおすすめですよ。はい。はい、そして、センターコンソールの部分、はい。ここもね、たくさん貼ってあります。うん。フルカーボン状態です、今。はい。まずこのね、はい、細い。ガーニッシュか。うん、この細いところ。うん、それから、ちょっと飛び越えて、このシフトゲートのパネルだね。はい。このパネル。それから、インジケーターがあって、うん、ここがね、ピアノブラックのパネルです。シフトパネル、はい。ここもね、カーボンシートを型取りして作ってみました。ほー。だから、全面カーボン。うん。
そしてそこから続くこのドリンクホルダーのこのね、この部分ね。これあまりね、下まで深追いせずに、うん、本当にこの上から見た。見える表面のところだけ、うん、こういうところ。はい、ね。あとここの仕切りがあるんだけど、ここに貼れるように作ってあります。ここで一つのパーツだね。はい。はい。ここはね、分割してますからね。うん。それぞれ全部貼るとこうなります。だからピアノブラックだけは残したいなって方は、ここをなしにすれば、この二つはカーボン。はい。それからね、ルームランプもやってみました。こんなとこまで。はい。このね、周りのここがね、一つのパーツでラインナップしてます。雰囲気がガラッと変わるね。もともとベージュ だったところが黒くなるんで。そうですね。うん。そしてこの中は黒い樹脂なんだけど、ここにカーボンシートを貼ってます。うんうん。で、これで一つのね、カーボンの塊というか。はい。かっこいいでしょ。いいですね。ここはね、起伏がね、大小結構あるんですよ。おー。うん。ここ貼るときはね、この真ん中から全体に貼るのじゃなくて、こう、一個ずつのこう起伏をこう貼っていくような感じだね。はい。だから谷に落ちる部分を後から押し込むように貼っていくと浮いちゃうので、後で。しっかり、この谷の部分とかをね、押し付けて貼っていくと、そういうことはないです。で、最初の形で見るとね、あれなんか合わなくない?っていうふうに見えちゃうかもしれないんですけど、ちゃんとこの湾曲に沿っていくと、ピタッと収まるように作ってあるので、しっかり貼っていきましょう。はい。はい。はい、それから、これがセンターコンソールの後ろ側になります。はい。レボーグはね、エアコンダクトが後ろにもあって、今回はここ作りました。柄って変わりますね。変わるでしょ。ここは、このパネルの部分と、それからこのエアコンのルーバーのこのね、ベゼルと、うん、それから、リアシートヒーターのパネル。うん。そして、ここはね、足当たるんだよね。そうですね。傷防止シートになります。はい。はい。はい、それから、定番だね。はい。シートベルトバックル傷防止シートになります。はい。これ二分割になってます。うん。見栄えを良くするには、細長いこの部分ね。うん。これを先に、形になんとなく合わせて。なんとなくっていうのは、次にこの大きなシートがだいぶ重なってくれるので、はい。ちゃんと隙間なくなります。うん。なので、このシートを先に貼ってから、この大きなところを貼ると、重なり目がこの部分ですのでね。うん。見栄えが良くなります。はい。貼りにくい場合はね、逆パターンで貼ると、最初にもうこの形が決まっちゃうから、うん、隙間が出ないようにこれを重ねればいいので、うん、貼りにくいなと思った方はそれでも大丈夫です。ただね、こういう R の部分、うん、ここはね、ドライヤーで温めながらじゃないと、貼りにくいと思うので、うん、ドライヤーはしっかり使って貼ってください。はい。おすすめです。はい。はい。じゃあね、さきちゃん、この後、ちょっと細いところをメインでね、赤シートを貼っていきたいと思います。はい。はい、レッドシートの貼り込みをしてみました。こんな感じでね、細いラインをメインに貼ってみてます。はい。だいぶガラッと印象が変わるね。はい。この細いところだけだけど、パワーウィンドウスイッチのこのところいいね。うん。今回ちょっとね、このドアハンドルベゼルも貼ってみたんですけど、こういうのもあります。はい。でね、これでちょっと交互に貼ってるのわかる?あ、本当だ。ね、このルーバーに貼った状態と、うん、助手席側は、ルーバーはカーボン残したまま、ベゼルの方を貼ってますね。はい。それからこの大型ディスプレイのところの枠ね。うん。ここも細いライン。これ実は、今までは、このカーボンシートをレッドシートに置き換えるっていうパターンでいたんですよね。はい。こういうところもね、この。はい。でも、今回、2アイテムに関してはね、うん。このレッドシートはもう専用品なの。要するに、うん。このカーボンシートの幅でレッドシートにしちゃうともう太すぎるから、この細さで改めて作ったの。レッドシート。だから例えばこういうね、カーボンシートを下に貼って、レッドシートのこの細いバージョンをこういう、ここだけに貼るからね。え、いいと思う。これなかなかアイデアでしょ?うん。こんなラインナップをしてますので、こういう組み合わせもできます。はい。だからこれ、ピアノブラックも選べるし、ブルーも選べるので、いろんなことができるよね。組み合わせがね。いいですね。ね。さあ、そして定番のね、このステアリング。うん。ここもね、赤を入れてみてます。やっぱりいいですね。ね、ここもだから、色の組み合わせが自由です。はい。さあ、車内のカラーシートのレッドを今回貼って紹介しています。はい。はい、それでは、リアウィングレッドシート。はい。ここね、紹介したいんですが、貼り込みからやってみたいと思います。はい。ね、こんな感じのシートになります。細長いね。うん。でね、これちゃんとね、
形を作ってるのでこういう少しのカーブでも型取りしてあります、はい、細いテープ状のねラインシートってあるじゃない、はい、ああいうのだとねこう無理に曲げたりすると痩せてくるんだよね。これはそういう現象がないの で、はい、でこれちょっとレボーグ用コツがいるので紹介したいと思います。はい、はいはい、ではまず貼り付け面を脱脂していきましょう、はい、コーティングとかね残っていると貼り付きにくくなるので綺麗に脱脂します、はい、こう触った時にねスベスベしてるとまだちょっと残ってる感じなのでちょっとね、はい、キュッキュッと抵抗があるぐらい、はい、そうそうそう。さあこんなもんかな、うん、パーツクリーナーは直接車に吹きかけないように気をつけてください。で通常のラインシート例えばこのバンパーとかはね、はい、ある程度この始まりとかが分かりやすくなってるんですけれど今回このレボーグのリアウィングはちょっと位置がね分かりにくいです。まずですねこのウィングのシート半分にこんな感じで合わせます、はい、これ機械でカットしてるのでここの左右のばらつきはないですからもうこの剥離紙の状態でここを合わせてください。そんなにピチッとやらなくても大丈夫、うん、でだんだんこうやってこういくとこれでねセンターが出ます、はい、この位置これねギュッと押しちゃうとシートが線が入っちゃうので、うん、こんな感じで真ん中辺が大体分かったこうつまむ感じですね、うん、ちょこっこの剥離紙をつまむ感じ、はい、そしたらばここでさっき記したところにこんな感じでハサミを入れます、はいね、シートを切らないようにそうそうシートを切らないようにね、うん、そしたらばこれで真ん中が出るのでちょっとめくりにくいんですけど頑張ってここをめくります。こういう感じだね、はい、おこれで真ん中が出ましたのでセンターを出したところをここの、ね、真ん中を合わせます、はい、その時にこのハイマウントストップランプの線があるんだよね、うん、これ7本ある 1,2,3,4,5,6,7 だから 1,2,3 ここが真ん中だね、うん、で 1,2,3 ここにさっき印をつけたシートを当てがいます。その時にここにね VNRW っていうアルファベットがあるんでこれがねこう反対にならないこれが運転席側ってことになるね、うん、これを間違わないように見たらばここに合わせます。でその時にここはねもうお好みです。こういう真ん中にしてもいいし、うん、この上のねこのラインに合わせてもいいしっていう感じにできますんで、はい、今回はこの位置こうやってねウィングを見た時にこの角のところに光が当たるとね線ができるでしょ、はい、この線を利用して置いていくと比較的貼りやすいです。はいこんな感じだね。ちょうどこの R の山の部分を基準にちょっと貼っていってみました。これでね反対側も同じように進めていきます。はいこんな感じでシートが貼れました。はい反対もこんな感じ。そうここがねちょうどこう降りてくるとここで細くラインが消滅する部分があるので、はい、そこに合わせてあります。まあ、後ろから見るとね赤いラインがだからこれ黒いボディとかだと映えるね、うん、もちろん白も映えるけれど差し色で使えます。はいはい、そしてリアバンパーレッドシートになります。はいこれもねスバル車はね VAB とかいろんな車種で作ってたんですけれども新型レボーグ用も開発しました。はいこの樹脂じゃなくてこっちのボディの方に貼るタイプになります。ここの方が剥がれにくいのでこのラインに合わせてあります。雰囲気変わるでしょう。いいです ねちょうどここが今まあカーボンですけど、はい、黒でこのね境目にこうアクセントで入るようになりますのでこれもおしゃれだと思います。はいはいそれからフロントグリルのレッドシートになります。はいこれもねおしゃれでしょ。いいですね。でこれね前のモデルのレボーグからね人気です、はいちょっとしたアイテムなんですけどね貼るとこんなに印象が変わるっていうねこれもおすすめです、はい、それからねちょっとこのメッキのところねまた今まだカーボン貼ってるんだけれど、はい、ここレッドシートねちょっとね太かったから、うん、今ねちょっと違うバージョンを考えてます。はい、はい、楽しみにしててください。はい、いかがだったでしょうか。新型レボーグ用のカット済みカーボンシートカット済みカラーシート、まあ、今回はレッドシートの紹介でしたけれどもこのような形でですね新型レボーグもカーボンシートカスタムができるように商品の方ラインナップしました。こちらですねホームページの方から購入が可能になっていますのでお待たせいたしました。ぜひカスタムに利用していただければなと思います。コメントにもありましたねこの樹脂のカーボンシートここはですね今回ちょっといろいろと
張りやすさを考慮さらにして改良をしながらですね作ってありますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがかなと思います。張り込みの仕方はですね、車種別の動画はないんですけれども、参考になる動画はですねサブチャンネルの方にアップしてありますので、ご購入いただくと説明書の方にも QR コードでそこに飛べるようになっています。そちらの動画を参考にしていただければ、初めての方でもですね張り込みの方ができると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。お願いします。